お姉さん、僕らと一緒に遊ぼう。お姉さんには他のことに目がいかないくらい楽しんでもらいたいな。他のことなんて考えられないくらい僕らに夢中になってほしい。誰よりも楽しませてあげる。僕ら以外じゃ物足りなくなるくらいにさ。お姉さんを僕らなしじゃいられない体にしてあげるよ。ふふん。そしたらずっと僕らと一緒にいてくれるよね。お姉さん、どうしてそんなに離れて座ってるのさ。せっかく3人だけなのに、もっとこっちにおいでよ。うん、なんでさらに離れてくの？こっちにおいでって言ってるのに。僕らお姉さんに何かした？もしかして期待してるの？そんなに期待されちゃったら何もしないわけにはいかないよね。覚悟してお姉さん。お姉さんだ。なんか退屈そうにしてるね。そんなことない？そんなことあるよ。僕らお姉さんの気持ちは手に取るようにわかるんだ。当ててあげる。退屈でたまらなくて僕らと遊びたいんでしょうね。そうでしょ。カードする気分じゃないの？そっか。じゃあ他の遊びにする？罠作り？刃物投げ？あれ、お姉さんだ。何キョロキョロしているの？何か探し物？道が分からなくなったってどこかの迷子みたいなこと言わないでよ。お姉さんって本当に危なっかしいよね。目が離せないよ。離すつもりもないけどね。帰りなさいお姉さん。すごく楽しそうだね。僕ら以外のやつと楽しく遊んできたんだ。僕らお姉さんの話聞きたいな。特に誰と遊んでたのかってことにすっごく興味があるんだ。教えてくれるよね？お姉さんが可愛い顔してこっちを見てるよ。あれは僕らに遊んでほしいってことなのかな？それとも僕らを誘ってるのかな？両方なんじゃないかな。僕らに遊んでほしいし誘ってもいる。僕ら仕事中だけど仕方ないよね。だって可愛いお姉さんのお願いだからさ。お腹すいたよ。退屈だよ。痛い気な子供にこの仕打ち、これはもう虐待だよね。訴えたら賠償金もらえるかな？訴えたら賠償金はもらえるかもしれないけど、休暇はもらえないよ。もしかしたら解雇という名の永久休暇がもらえるかもしれないけど。
海の生き物といえばタコだよね。いや、イカかな。なんでそうなるんだよ。どっちもかっこいいからだよ。強そうだろ。タコもイカも強そうじゃねえよ。強そうって言ったらサメとかだろ。見つからなかったのかよ、サメ。サメはやめろ。前に連れてきてお茶会が台無しになっただろ。あれは凶暴すぎて常識がなさすぎる。サメの分際でお茶会を潰すなどとあってはならないことで。でもサメは強いし、かっこいいときたらサメだろ。連れてくるのに強い必要がどこにある。かっこよくなくていいから、お茶会を台無しにしない生き物にしろ。紅茶を軽んじる生き物は全て悪だ。あの時台無しにされた紅茶、あの紅茶は。いいかエリオット、お前は忘れても私は覚えているぞ。あの紅茶の茶葉はいわゆるマスカットフレーバーで、思い出すだに惜しい。あの紅茶、あのかぐわしき香り、今でも目の前にあるような。マスカットフレーバー、うまいのかそれ。マスカットのフレーバーティーのこと。バカなことを言うな。マスカットフレーバーをバカにするのか。ごめん、バカにするも何も知らない。知らないか。無知はそれそのものが悪徳だ。マスカテル、熟した果実のように重厚で高貴、フルーティーな方か。わかるだろう、この素晴らしさが。わかんねえ。無知のお前にもわかるように教えてやろう。紅茶はグリーンティーのようにファーストフラッシュ、春摘み新茶がうまいわけじゃないんだ。ファーストフラッシュは新茶と名が付くせいか全体的に人気が高いが、茶葉によってはオータムナルと大差ない質、いわゆるマスカテルがあるのはセカンドフラッシュ、夏茶のごく一部。茶葉自体が花を思わせる香りを発する最高級ダージリンだ。マスカテルのある上質な茶葉は希少で、数ある茶園の中でもごく限られたロットにしかない。良質のマスカテルときたら出荷も制限され、抑えられたものばかりで。聞いているのかエリオット。聞いてるけど。いや、何言ってんだか。無知な俺には、説明されてもよくわかんねえ。マスカットフレーバー、マスカットフレーバー、マスカテル。わかんねえ。グリーンフライが生育期のチャイナブッシュの新芽をかじることにより、そのかじった部分が自然発酵を起こすのだ。自然現象そのもの、自然の奇跡。つまり虫が噛んだとこがいい具合に腐ってうまくなるのか。情緒のない言い方をするな。自然の奇跡といえ。自然の奇跡。サメの話から飛んだね。そうだ、サメだ。前にお茶会の最中に侵入してきたサメのせいで、私の紅茶が。あれは最高級のもので。いまいましいサメめ、お茶会に侵入するとは許しがたい。だね、ボスの紅茶をダメにするなんて度胸のあるサメだよ。サメはいいよ、来なくていい。
ボスの機嫌が悪くなる。これ？これはね、サメみたいな凶暴なものじゃないよ。タコとかイカとか。そうそう、そんな感じのもの。タコとかイカっぽいものだよ。うん、だからさ、タコとかイカっぽいものだよ。タコとかイカじゃないかもしれないけど、それっぽいでしょ。うんうん、そんな感じのものだよね。それらしく見えるもの。サメもお茶会の邪魔さえしなけりゃいいんだけどな。一度でお茶会の邪魔をしただけで悪だ。許しがたい大罪だ。どうしたの？お姉さん、お姉さんはタコやイカが嫌いなの？好きじゃない？え、嫌いなの？タコやイカ。こいつら面白いんだよ。遊ぼうよ。遊んだらきっと好きになるよ。僕がお姉さんにタコやイカの良さを教えてあげるよ。こいつらすっごく面白いんだよ。叩くとね。へへへ、お姉さん、きっと気に入るよ。面白いんだ。叩いてみてよ。こいつらを叩くとね、面白いことが起こるんだよ。叩いてみて、叩いてみて、面白いから。さあさあ叩いて。いいからいいから。怖くないよ、面白いんだ。噛んだりしないよ。巻きついたりはするけど。タコとかイカっぽいものだからね。叩いてみて、軽くでいいから。
でしょ？面白いよね。気に入ってもらえると思った。お姉さん、こういうの好きだと思ったよ。気に入った？よかった、気に入ってくれて。僕、お姉さんに触るの好きだな。あったかくて柔らかくて気持ちよくて大好き。ずっと触ってたいよ。僕もお姉さんに触るの大好きだよ。お姉さんは？お姉さんは僕らに触られるの好き？僕らもお姉さんを触るの好きだけど、同じくらいお姉さんに触られるの好きだよ。お姉さんの触り方って優しいから大好き。遠慮なんかせずにもっと触ってくれていいからね。お姉さん、お姉さん、僕らお姉さんが大好きだよ。お金よりも休みよりもお姉さんの方が好きなんだ。これってすごいことだよ。そうそう、僕らとしてはすごいことなんだ。だからお姉さんも僕らと同じくらい僕らのこと好きになってくれなきゃ嫌だよ。簡単に言うと、僕らを一番好きでいてくれなきゃ嫌だからね。僕たちが大人でも子供でも気にしないって言ってくれたよね。ね、僕らのこと好きでしょ。好きならいいよね。いいでしょ、一緒に寝よう。ね。なんで？
嫌なの？僕らのこと嫌？嫌じゃないならどうしてダメなの？僕らのこと嫌いになったんじゃないよね？じゃあどうしてダメなの？お姉さんは僕らのこと嫌いじゃなくても好きでもないの？僕らほどには好きじゃない。僕ら何か失敗した？ダメなことした？改善するよ。頑張るから。飽きられちゃったの？僕ら。好きな人、僕らが好きなのお姉さんだよ。僕らお姉さんが好き。僕もだよ。触らない方がいい？じゃあ、触らないから一緒に寝ていい？
本当だよ。何もしない。おとなしくしてるよ。うん、何もしないよ。だから一緒に寝てもいいでしょ。追い出さないで。一緒に寝てもいい。ダメ。僕らお姉さんが大好きだよ。お金よりも休みよりもお姉さんの方が好きなんだ。これってすごいことだよ。そうそう、僕らとしてはすごいことなんだ。だからお姉さん、お姉さんも僕らと同じくらい僕らのこと好きになってくれなきゃ嫌だよ。簡単に言うと、僕らを一番好きでいてくれなきゃ嫌だからね。お姉さんだ。あのね、今ちょうどお姉さんのこと話してたところだったんだ。そしたらお姉さんが来たから驚いたよ。お姉さん、もしかして僕らの考えてることがわかるの？だってそうじゃないと今のタイミングで現れるなんて無理だよ。これって以心伝心ってやつかな。きっとそうだよね。お姉さん、最近ボスと仲いいよね。もちろんボスは雇い主だし、お姉さんにとっては家主でもあるんだから、ある程度仲良しなのは仕方ないと思うよ。でも夜が来るたびにお茶に付き合ってあげる必要はないと思うんだよね。そうだよ、そんな必要ないよ。そのせいで最近は昼と夕方しかお姉さんと一緒に過ごせてない。ひどいよお姉さん、あんまりだよ。絶対約束だからね。ボスがお茶に付き合えって言ってもちゃんと断ってよ。それでボスに怒られても僕らが慰めてあげるから。やっぱり断りきれなかったからドタキャンなんて絶対にやめてよ。そんなことされたら僕ら相手がボスでも襲わない自信ないからね。お姉さん、遊んで。遊んでくれないと僕らサボっちゃうよ。それでもいいの？よくないよね。だったら僕らと遊んでよ。遊んでくれるよね、お姉さん。僕たちの誘いを断ってどこに行くの？僕たちを振るくらいだもん。よっぽどのことがあるんだよね。そうだよ、そうに違いないよね。どこに行くのか聞かせてほしいな、お姉さん。